を脱いだのにお風呂がたまっていなかった。18歳の林大輔くんは疲れていました。この春、高校を卒業して就職を決めた大輔くん。8ヶ月前までこの椅子に座っていた家の主、父ちゃんはいなくなりました。父ちゃんと会えるのは月に一度、オンラインでの面会の時だけです。1ヶ月ぶりに顔を見た父ちゃんは丸刈りでニコニコ。父義秀さんは50歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。15年が経ち、今では髪を切ることが分からずじっとしていられません。